はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、年をとってあちこち痛みが出るたった一つの原因ということでですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、先日もね、ショート動画でね、配信したんですけども、まあ、ズバリですね、答えを先に言うとですね、これは血流ということですね、僕はお届けしました。で、僕のね、動画をですね、こう見てくださっている方はですね、血流がどんだけ大事かとかですね、血流を整えないといけないということが分かってられると思うんですけども、血流が悪くなればですね、筋肉にも不調が出るし、内臓にも不調が出るということなんですね。プラスですね、シミシワたるみもですね、血流が悪くなるとできやすくなってくるということなんですね。まあ、いわゆるこれがですね、老化現象ということなんですね。血流が悪くなるとですね、筋肉だったり内臓にですね、血液が流れにくくなるわけなんですね。流れにくくなるっていうことはですね、栄養素が行き届きにくくなるということなんです。栄養素が行き届きにくくなるから筋肉が硬くなって痛くなったりとかですね、内臓のあちこちの不具合が出てあちこちが痛くなるっていうことなんですね。だから僕はですね、年を取ってからあちこち痛みが出る方はですね、血液の循環がよろしくないっていうことなんですね。それとですね、血液の循環が悪くなってくると老廃物が溜まり出したりとかですね、余計なところに脂肪がつきやすくなるっていうことなんですね。これもですね、老化現象の一つだと思っていただけたらいいかなと思います。まあ、皆さんですね、諸説いろいろあると思うんですけども、僕はですね、あちこち痛みが出る原因は、まあ、血液循環が悪くなっているからということでですね、僕は解説してます。当然いろんな意見があると思うんですけども、まあ、毛細血管というのはですね、20代の人とですね、60歳の方のですね、毛細血管の量を比較するとですね、もう歴然としてですね、血管の量が少なくなっているんですね。まあ、そこからですね、考えていただいても毛細血管が減ってくる、血流が悪くなることがですね、体の痛みが出る起源になっているんじゃないかなと思うんですね。で、僕はですね、まあ、セルフケアとかですね、お届けしてますけども、まあ、一つはですね、ウォーキングです。はい、まあ、これ1日ね、10分ぐらいのウォーキングをしてほしいということと、あとはですね、軽めのストレスですね、筋肉を伸ばしていくっていうことですね。筋肉を伸ばすことによって血液の循環を促されるんですよね。あとは3つ目としてですね、睡眠ですね、質のいい睡眠をですね、とっていただけるような心がけていただけたらと思うんですけども、まあ、この3つをしておけばですね、このあちこち痛みもね、解消していくんですよね。またこういったですね、生活習慣を見直すことによって毛細血管が正常化に働いてですね、血液の循環を促してくれるっていうことなんですけども、あともう1つなんですけども、こちらですね、炭酸生体スプレーなんですけども、炭酸スプレーを使うことによってですね、皮膚から炭酸が染み込んでですね、毛細血管を拡張して、血液の循環を良くしてくれます。血液の循環を良くしてくれるから筋肉にもですね、栄養素が行き届いて、筋肉の痛みであったりとか関節の痛みもね、和らいでくるということなんですけども、もちろんですね、内臓にもですね、いいわけなんですね。血液の循環が良くなることによって内臓にもいいですし、お肌にもいいということなんですね。だから僕はですね、あちこち痛みが出る方にはですね、こういったスプレーを使いながら、日常の習慣を変えていただくということをいつもですね、お届けしてるんですけども、年齢とともにですね、あちこち痛みが出るっていうのも怖いじゃないですか。僕ももう50なんですけども、これからですね、自分がこう老後に向かっていくときにですね、結構怖いんですよね。だから今からですね、自分がまだ元気なうちにですね、運動したりとかですね、食事の管理とかですね、睡眠もそうなんですけども、そういったことをしていきながらですね、美しく老けるっていうことを目指してるんで、ぜひですね、あなたもよかったら一緒にですね、目指してみてほしいと思います。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もね、動画を最後までいただき本当にありがとうございました。僕はですね、美しく老けていくために健康や美容のですね、方法だけではなくて情報をですね、発信してるんですけども、一番のポイントはですね、血液循環にあります。血液循環がですね、良くなればシミが消えたりシワが取れたりとかですね、血液循環が良くなれば痛みも緩和していくっていうことなんですけども、そのポイントがですね、こちらの炭酸生体スプレーになっております。こちらをですね、気になるところにかけていただけるだけでですね、血液循環が良くなって、お肌であったりとか筋肉の緊張の緩和にもなっていきます。これをですね、たくさんの方が使っていただいて、喜びの声だったりとか嬉しいお声をたくさんいただいております。いつも本当にありがとうございます。これからもですね、あなたの美容と健康のですね、お役に立つものを配信していきますので、これからもよろしくお願いします。またですね、僕の LINE 公式アカウントもありますので、そちらの方でですね、質問であったり相談をいただけるとですね、また配信もしていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。